和牛たまりでーす。はい、今回はですね、タイトルにもある通りマリのヘアセットのやり方を教えていこうと思います。このめっちゃね、もうヘルメットかのような髪型なんですけど、このねヘアセットのやり方をよくインスタライブだったりとか TikTok ライブとかで聞かれたりとか DM で来たりとかするので、やっと皆さんに今回教えてあげられるというか、やっと、はい。なのでマリちゃんみたいなこういうねボブの綺麗なボブにしたいなって思う方はぜひ最後まで見ててください。動画スタート。じゃあ早速始めていこうと思います。このね髪ボサボサだったんですけど、ちょっと一旦ねこの髪の毛からちょっと綺麗な髪に戻します。一回ねこうやってハーフにします。一回、はい、こうしたら下のね部分をこれでこうやります。見ました？もう一回やりますね。ピッてやってまっすぐにするんですよ。ここまでストレートずっと。そしたらこうやってちょっと内側にする。はい、そうするとこうなります。ピッピーピッ、本当にギリギリのとギリギリでピッてやってください。ピッとお願いします。こうやってやる人いるんよ。こうやって自然にこうやってやる人ダメね。これこうやってやってこう、なんかマリは頭がでかいんですよ。なので頭がでかい分こうやってボリューミーにしちゃうと横長が余計見えてしまうので、私はちょっとこういう感じで最後までギリギリまでは内側にしないって感じで。後ろはどうなってるんですかって言われるんですけど、こう内側にしてこうやってやってるだけです。私はこれも同じです。本当に髪って練習あるのみだと思っているので、皆さん必死に練習してやりましょう。毎回言われるんですよ、なんでそんな 髪めっちゃなんか綺麗なんみたいな、ヘルメットでもつけてるレベル、もうカツラかなんかって言われるくらいのあれなので。1段目はできました。で次ゴムで2段目いきます。2段目行くときはもうねここざっくり取っちゃって大丈夫です。ここ私はここのね頭のてっぺんだけに取って髪をこうしたら、次はねこっちも同じようにやります。2段目はピーってやって、はい、うちこんな感じね。どうです？わかります？皆さんやり方さっきと変わらないです。ピーってやってよこうって、はい、ギリギリまで内側に入れないことです。それをね1回じゃなくて3回くらい4回くらいこうやって綺麗に根元を入れます。ちぎれ髪とかほんとやばくなるんで、温度は皆さん気をつけてくださいね。私は今170度でやっております。はい、最後はここです。はい、ここからが勝負です。私ね見てください、これちぎれ髪です。全部もうちぎれてるんですよ。やばくないですか。でこうやってもう櫛でもう全部こうやっていっちゃうんですよ。これもこうピーってやったらうちね、ちぎれ髪がえげつない。はい、ピーってってピー。はい、こんな感じでちびまる子ちゃん級にできました。どうですか。はい、そしたらね、もう前髪も一緒にやっちゃいます。すいません。こうやって取って、ピーってやったら、めっちゃきっちょだけ、ほい。ちょっと二度目のアイロン、二度目。はい。はいはいはい。二度目のアイロンでこんな感じです。
はい、オッケーオッケー。そしたらね、こんな感じでいつも通りできるんですけど、やっぱりこうやってね、ちぎれ髪のせいでこうやって出てくるんです、私の毛は。なので、そこでですね、いつもなんでそんなに髪が綺麗なのかというと、ダダン、こちらです。これはヘアボディハンド用オイルを使っております。これで、これでね、なんか何滴だろう、100円玉ちょっと5滴くらい、こんくらい5滴くらい出したら、こうやって手の中で一回混ぜ合わせます。で、そしたらこんな感じでできるので、これをね、こうやってつけちゃいます、私は。はい、もう表面につけちゃいます。はい、はい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 。あのね、表面に塗ってギトんないのって言われるんですけど、私はギトりません。後ろにもね、たっぷり塗ってあげてください。もうそれでちぎれ髪がまとまっちゃうんです。これですんごくないですか。そしたらここもね、うちにもね、こうやって残ったやつで、うちももみもみします。内側ももみってあげたら、こんな感じで綺麗な内巻きができちゃうんです。はい、で、櫛で整えて、これで、あの、さっき頭めっちゃでかく見えたんですけど、ボリュームこれで収めてます。ほら、収まった、綺麗じゃない。そしたらハンドクリームにも使えるし、ボディにも使っても OK なやつになってるので OK です。そしたらね、前髪もキープ、いきます。はい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 、 OK。 もう動かない、もう動かない、ほら OK。もうね、眉毛と前髪がくっつく勢いでつけました。ちょっとね、たまに風で横もね、出てきちゃうので、ここの横もちゃんとキープしてあげてください。こうやってね、できたらね、私はヘアアイロンでもうちょっと少しやっちゃいます。ここをこうしたいなとかだったら、こうやってもうちょっと内側にしちゃうし、なんかオイルとかでね、巻きが取れちゃう時とかあるので、2度目のアイロンをしちゃうんです、私は。こんな感じどう？そしたらね、このね、この綺麗なままを保ちたいから、私も私で綺麗なままを保ちたいので、こうやってちょっとキープをかきます。こんなに出てこないように、ちょっと全体的に。で、後ろも、はい、こんな感じで私の髪はできました。ヘルメットみたいね、本当に。参考になったかどうかわからないんですけど、あの、たくさんね、リクエストとか来てたので、部屋の、まりちゃんの髪めっちゃ綺麗、なんでそんな髪ブリーチしてるのに傷んで見えないのかとかよく言われるんですけど、これのおかげです。そうです。ヘアオイルのおかげです。ヘアオイルあるだけで本当に変わるので、これじゃなくても他のね、あの、いろんなオイルで皆さんやってみてください。ぜひ。はい、私はこのヘアオイルが良くてこれにしました。これ髪傷みにくいって聞いたし、これめっちゃいいって聞いたので、ぜひ皆さん使ってみてください。はい、この動画が参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、概要欄に載せておきます。それではみんな、グッバイモーモー。